茶人伝9は古市播磨、古市丁寅とも言いますが、村田珠光の一番弟子、茶の湯の一番弟子だった人の紹介をいたします。目次ですが、古市丁寅の人物像について説明します。それから、古市丁寅、最初の頃はわび茶というものが何なのかさっぱり分かっていない人だったので、林間茶の湯という、これは風呂に入りながら茶の湯をするという、かなり突飛なやり方をしていました。それと、この頃は、唐物荘厳といって、いくつもの唐物を並べて盛大にお茶会を開くというのが流行っていたんですが、古市丁寅もその一人でした。で、その次の珠光茶道秘伝書、これ心の文と訴訟を言いますが、この心の文で珠光からそれでは良くないということを、習います。そして、その心を実際に知るのが明晰残雪というものがあるんですけれども、それとの出会いによって、茶の湯の、随一の弟子となっていきます。古市播磨ですが、戦国時代の武将ですね。最初は14歳で出家しますので、僧侶の時期もあるんですが、1475年、約23歳の頃なんですけども、その時に、出家をやめて、貴族、要は俗世に戻って、奸俗ですけどね、戻ってきます。で、これはお兄さん、種秀ですね、古市種秀さんが、隠居したそうで、で、その時に、代わりに、お寺を辞めて家督を相続するということをします。それ以降は武将として生き続けていきます。で、その武将としては、筒井氏というのが宿敵でいますので、そことの戦いを続けながら茶の湯を村田珠光に学んでいきます。ただ、茶の湯の心は最初の頃は全く理解できていなくて、林間茶の湯というのを催すようになります。この林間茶の湯ですが、古市一族の茶会と言ったらいいんでしょうかね。お風呂と茶の湯が合わさったもの、そういった茶会が催されていたようです。で、林間というのは夏風呂ですね。夏に入るお風呂のことで、とにかく侘び茶とはかなりかけ離れていたというのは、想像に難くないかと思います。で、林間茶の湯以外にも、庭に松や竹を植えて、山を作って、わざわざ作ったんですね。それで滝を流し、さらに周囲に花を飾って、唐絵や香炉、磁器楼、とにかく唐物荘厳ですね、まさに。そういう状態で客を100人以上呼んで茶会を催した。そういうことも記録に残っているそうです。さらに、飾り付けられた作り物を見物しながら、とにかく茶を飲み、酒宴、もうお酒も飲んだんですね。そういうような催しをしています。そんな破天荒な茶の湯を行っていた、華美な唐物荘厳の茶を行っていた古市播磨に対して、村田珠光、侘び茶を大成した人なんですが、村田珠光が、これでは良くないということを文章として送ります。それが心の文というものですね。正式には珠光茶道秘伝書というふうな名があります。で、とにかく楷書、これは大きいところで唐物荘厳の茶会を催すようなところなんですけども、そういったものや闘茶、これはいわゆるゲームですね。
それと遊びに後戻りするなというような意味合いの文章になります。で、中身なんですけども、これかなり長いですね。この道第一悪きことは我、我が画集なりなどと書いてあります。それをひたすら読んでてもしょうがないので、まとめました。自慢とか執着の心を捨て、達人には教えを乞い、初心者には目をかけることというのが、まあ、最初の部分ですね。そして、殻物と場物の別なく異文化を吸収し、己自身の独自の展開をすることということが書かれています。そして、良き道具を味わい、これは殻物とか和物とかそういうのの別なくということですね。で、心の成長に合わせて位を得ること。これは、どういうものか、そういうのを見分ける、いわゆる鑑定眼ですね。そういうものを、持ち合わせましょうということです。そして、冷え枯れる。これ、枯れるというのが、もうそもそも良き道具を持って、その味わいを知り、心の成長を得ることという先ほどの文章になるんですけども、冷え枯れたというのが、その境地を、見出しなさい。面白さを知ることになりますよ。ということです。冷え枯れた、枯れるっていうのは、まあ、痩せたというような意味合いにもなりますけれども、儒公が目指した、わびの根本になります。そして、似たようなことですね。達人に教えを請うというのと似たような意味ですが、人に教えを請うして、これは、達人に限らずですね、自分より目下の者に対しても教えを請う姿勢を持ちましょうと、知らないことがあればということですね。これはもちろん、プライドを傷つけることもあり得ますので、もちろんそういうことを、傷つけてまでどうこうということではなく、自ら誇りを持って行いなさいという意味です。で、最後、己の心を導く師となれ、画集にとらわれた心を師とするな、という言い方をしています。これ、涅槃行という仏教の教えにあるんですけれども、それから来ているようですね。でこれを個人の言葉、昔の人の言葉として、儒公が最後に、文章につけて送っています。最初の頃、わび茶をよく理解していなかったフリーチ・ハリマですけれども、わび茶というのが何なのか、やはり知りたかったんでしょうね。で、奈良の、屋根を押さえている石、まあ、単なる石なんですけども、それを、残雪というふうに名付けて、見出しました。これが、天気ですね。で、その後、茶の湯がめきめき上達するようになります。で、目利き、要は鑑定眼ですね。それも、どんどん良くなっていきます。で、これは、まあ、教え、先ほどの心の分、というのを聞いた後で知っていくものになります。で、お尋ね文というような形で、茶花について儒公に対して質問して、その答えですね、お尋ね文は。そういうようなものも、残っていますので、まあ、いくつもいくつも、わび茶って何なのっていうことを知りたがって、そして知っていくということになります。まあ、良き師匠のもとで、良き茶人になっていったということですね。で、下の古文の部分は山の上掃除記に書かれているものです。和紙古市社長院、好き社名人、儒公の一の弟子、名物その数所持の人なりと書いてあります。古市長院、古市播磨に関して説明してきました。はじめは、林間茶の湯と言って、もうまるで和び茶とはかけ離れたようなものをやっていたのですが、この人、一応文化的にはかなり素養も積んでいます。
興福寺大乗院っていうところに、発心院っていうのが、失礼しました。興福寺に発心院ですね。そこに14歳で出家して入るんですけれども、ここが発心院っていうのが菩提寺です。それがかなり文化的なところだったみたいで、素養としてはもともとあったんでしょうね。14歳からですから。で、家督を23歳の時に兄から引き継いで、継いで、その後もわざわざ村田寿光に茶の湯を習いに行きますので、そういった意味では、かなり文化に関しても興味があったと言えると思います。で、心の文、さらに明石の残雪との出会いで、本当に茶の湯の詫びの心というものを理解していくようになります。